の半分はもう済んでしまった。学生時代の最後の恋の結末をみんなで見届ける。司会のおじさんは旅立ちと繰り返すけど、なんだか今日は僕らの長い物語のエンディング。新郎と新婦が祝福の拍手の中、階段を降りてきた時、僕は君をずっと見つめていた。それぞれの時が行き、少しだけ切なくなる。でもきっとそれでいいのだ。新婦の前は君が新郎の恋人だった。10年以上前の話と君は笑ったけれど、今日はよく来たね、本当に偉かったよ。ここに来てくれたこと、みんなで大事にしよう。新郎と新婦が無数のフラッシュの中、口づけを交わすとき、まさか君もカメラを向けていた。それなりにたくましくなった。次に集まるのは誰かのお葬式だと、二次会が開いた時、笑い声が響いた。生涯を通じて言いそびれる言葉もある。君の背中見つめながら胸が苦しくなる。時々泣きたくなる。